ED79 率いる貨物列車がカノドに到着したので、今度はこのコンテナをフォークリフトで列車から降ろしてまた別のやつを乗っけます。お隣で作業してるのは、秀才設計士ヤカリちゃんとこのリーチスタッカーね。リーチスタッカー？リーチスタッカー。じゃあ、まずはこの目の前にある小さめのコンテナを降ろしちゃいましょう。12フィートコンテナちゃんですよ。ドスン。ずいぶん勢いよく突っ込んじゃったね。ごきげんようって感じに、地上作業員の人が貨車とコンテナの接続を解除してくれたので、持ち上げて向こうの方まで運びます。おう。ちゃんと持ち上がってるね。フォークリフトですから。フォークリフトだからか。コンテナは一番上まで持ち上げて前方の視界を確保するよ。ほら、見えるようになったでしょ。まあ三人称視点にするけど、ただコンテナが不安定になっただけじゃない。運転手さんからは見えるようになったっていう設定だからね。設定でしたか。っていうかこの貨物ターミナルさ、なんでこんなところに段差あんの。なんでだろうね。コンテナ落っことさないように慎重に登りましょう。おっと、あ、めり込んじゃった。めり込んじゃったか。あ、治った。さすがのストームワークスリ企画ね。そういえばフォークリフトってコンテナ運ぶときは後ろに走るんだっけ。うん、どうなんだろう。後ろに走ってるのもよく見るけど、前に走ってるのも見るよね。その場の状況に合わせてって感じなんじゃないかしら。そうなんだ。下ろしたコンテナは何やらこの白線の内側に置いておけばいいみたいだね。秀才もお隣で下ろしてるわね。フォークが降りたらマストの向きを直して、よし、これでこのコンテナはおしまいです。フォークリフト、フォークを差し込むのが難しすぎて使い物にならないんじゃないかとか思ったけど、意外とちゃんと使えるのね。なんて言ったって設計が優秀ですから。はあ、そうですか。よし、次はお前だ。おお、ゆかりさん見て見て、一発で入ったよ。フォーク差し込むときは一人称視点の方がやりやすいのかしらね。かもねー。で、今度はフォークの上で踊ってる人いるよ。すごいなー。走行してるうちに先頭にディーゼル機関車が取り付けられてるね。あれは DD51 ってやつじゃないですか。 DD51 の充電だね。で、このコンテナは2両目の貨車に乗せよという指示を受けたので、まずは位置を合わせてフォークを下ろしてチルトを解除するよ。え、なんでずっと前後にゆらゆらしてるの。あー、それめっちゃわかんない。わかんないか。おー、これは結構綺麗に乗せられたんじゃない。とってもいい感じだね。さあ、次のコンテナも積み込んじゃうぞ。え、佐藤ささら。感じで積み込みは順調に進んで、12フィートコンテナもあと3つだけになりました。フォークリフトちゃんもたくさん出てて賑やかね。なんてったって4台も出てるからね。あ、このコンテナがデコボコしてる感じ好き。あー、それめっちゃわかる。これは一体何を。見ての通り転がったコンテナを起こしてるところだよ。どうして転がっちゃったの。あー、それめっちゃわかんない。まあ直ったからよし。中身絶対ボロボロになってるでしょこれ。かもねー。かもか。一番最初にトップリフターちゃんでどかしたコンテナも積み込むよ。大きい方のコンテナもフォークリフトで積み込んじゃうんですか。本当はトップリフターちゃんの仕事なんだけど、フォークリフトちゃんでも運べることが分かったちゃんなので運んじゃいます。え、それじゃあトップリフターの仕事は。ないねー。ないか。あ、あ、ささら。さて、最後のコンテナはトラックに積まれているので、あれを貨車に乗せ替えるよ。トラックから鉄道への乗せ替えですか。いかにも貨物輸送って感じだね。ねえ、よいしょ。コンテナ持ち上げるときトラックがふわってなるの。あー、それめっちゃわかる。っていうかこのコンテナさ、誰か中に入ってない。ほんとだ、東北北極救助隊の方が積み込まれてるわね。はい、ガチャーンって感じで全てのコンテナの積み込みが完了。この列車はこれからソーヤー島の北側にあるノースハーバーってところに向かいます。結構長距離の移動になるのね。すごい距離だね。あ、線路を走るコキフだ。野原を爆走しない方のコキフだ。で、私たちは転覆パンタグラフ屋さんの機動車で追いかけることになりました。パンタグラフ屋さん、これはキハ40ってやつだね。そうなんだ。
さて、1時間くらいかけて到着しました。ここがノースハーバーだよ。やっと着きましたか。ここでもコンテナ下ろしたりトラックに乗せ替えたりする仕事があるのでやっていきましょうね。佐藤、ささら？どうしてこうなった？あー、それめっちゃわかんない。なんかコネクターのバグなのか何なのかわかんないけど、すごい荒ぶってるね。なんか後ろで大惨事起きてない？そうなんだ。そうだよ。コンテナが荒ぶってあたり一面に散らばったので、結果的にトップリフターは役目を与えられました。ひっくり返ったコンテナを戻すっていうお仕事だね。仕事がもらえてトップリフターくんも嬉しそうだね。サイですか？サイです。さて、このコンテナとあとの2つのコンテナはトラックに乗せて運ぶことになっているので、まずはこれをどこか見覚えのある転覆パンタグラフ屋さん製トラックに積み込みます。後ろすごい勢いで突っ込んできたな。で、こっちの白いトラックにも積み込みます。おお、ちょうどぴったりの位置に積み込めたね。いい感じでしょ。最後はこれまで運んできたコンテナをトラックから下ろします。長かった貨物輸送マルチもいよいよ最後の作業ね。なんか緊張するね。緊張ですか。よいしょ。よし、あとはこのコンテナをこの上に乗っけたらおしまいです。今度もいい感じに乗せられたね。で、あとははいガチャーンって感じで下のコンテナと接続してもらって終わり。おお、いろいろあったけど、なんとかこの鉄道貨物輸送マルチの目標は達成することができたわね。ごきげんよう。じゃあね。